大森駅前にある、まご文士村の住人のレリーフ。川端康成三島幸雄尾崎四郎まご文士村は、大正後期から昭和初期にかけて、東京府江原郡まご村を中心に、多くの文士や芸術家が暮らしていた地域の故障である。現在の東京都大田区の山王、まご中央の一帯となる、まご文士村の舞台となる、まご村および入り洗い村は、江戸時代までは、 農村地帯であった。この農村地帯に最初に変化を与えたのが、1876年に開業した東海道線大森駅の開業である。これにより現在の山王一帯は、東京近郊の別荘地として開発されるようになり、文化人の往来も見られるようになった。明治時代の終わり頃になると、まず芸術家や詩人たちが山王一帯に住むようになり、 孫名分イ文村の原型を作ったと見ることができる。主なメンバーは、日夏幸之助、小林古慶、川端隆子、伊藤新水、片山博子、間野北郎、長谷川清らがおり、大正時代に入ると彼らは、大森級の会と称した会合を当地にあった、防水路ホテルで頻繁に行っていた。この会合は、各芸術家などの連帯感を強め、 それぞれの作品に影響を与えたものと言われている。大正12年になると、後に、孫ご分文村の中心的な存在となった、尾崎史郎が孫ごに引っ越してくる。尾崎史郎は、当地が気に入り、知り合いの文史たちに、しきりに当地に引っ越してくるように勧誘していたと言われている。これに拍車をかけたのが同年に起きた、関東大震災で、東京市内は、壊滅的な被害に見舞われた。 家を失った人が徐々に郊外に移ってきて、東京近郊であったマゴメなどマゴメ子村周辺も農村から住宅地へと徐々に変貌していくようになる。またこの頃は近辺に現在の東急線も開通するようになり、これらによりマゴメ地域の人口は大正末期から昭和初期頃にかけて劇的に増加した。そのような背景や尾崎史郎や萩原作太郎などの 誘いもあって多くの分子たちが大正末期頃から徐々にマゴ一体に移り住んでくるようになった。そして大正末期頃から昭和初め頃にかけていわゆるマゴ分子村が形成されたとされている。特に中心人物であった尾崎史郎の住居はマゴ放送局とまで言われた。分子たちの交流はとても密で酒や麻雀、ダンス、 文学談議などを共にしたと言われている。この頃は、尾崎史郎をはじめ、今井達夫、川端康成、絹巻昭蔵、坂木山淳、藤浦子、間宮茂助、広津和夫、宇野千代、佐滝猫、吉谷信子、村岡花子、萩原作太郎、室生再生、三吉達次郎がいる。このように多彩な顔ぶれで、彼らの文学作品などにも大きな影響を与えた。 メンバーも売り出し中の作家やすでにある程度の評価を得ていた作家など様々で、後に名声を得た文子もいる。ただし、野村博士、ま分子文志村の作家たちなどでも指摘されている通り、この時代の作家たちの生活は、ある程度名前が売れていても、経済的には苦しかったもいう認識が現在では一般的である。孫目分文志村の作家たちも、例外ではなく、 多くの若手分子が孫ゴに移住したのも、家賃が手頃だったという理由も、一員との指摘も多い。この時代が、孫ゴ分子村の最盛期と見る向きもある。この孫ゴ分子村の賑わいは、尾崎史郎が孫ゴを一時的に去った、昭和5年頃まで続いた。これ以降は、孫ゴの地を離れた分子もいた一方で、移住人気は落ち着いたが当地にそのまま住居を構えた人物も多く、交流は続いた。 そのような交流は第二次世界大戦前まで続いた。この時期、新たに文子村に入った人物は稲垣樽保、小島正治、佐藤壮之介、竹村敏郎などがいる。孫ご分文村と呼ばれる文子たちの特筆すべき交流はおおよそ大戦勃発までで終わったものとされている。ちなみに、中心的な存在であった尾崎史郎は再び孫ごの地に戻り、 当地で生涯を終えた。このように、まごの地にそのまま定住し、まごで生涯を終えた分子も多い。大正後期昭和初期著名な作家が多く暮らした。歴史は当地の誇りとなっている。東京都営地下鉄浅草線の西まご駅前にある商店街は、まご分子村商店会を名称しており、毎年4月には、まご分子村大桜祭りが開かれる。また、 下記の大田区立施設は、文子たちの資料を展示、所蔵している。ありがとうございます。